ですね、また視聴者の皆さんからさまざま私のもとに個人的な相談事が最近でも寄せられておりまして、私はこういうふうになってるんですけども、スーツさんだったらこの場合どうしますかというものがたくさんあり、今までそういったものに返事をすることはしておりませんでしたが、じゃあ逆に背広チャンネルでお答えをしようということをやり始め、今回が2本目ということになっています。今回はモンスターペアレントについてですが、あくまで私も専門的な知識がないので、私が分かっている、私が考えていることだけではなく、周りの大人の人の、こともいろいろ聞いてみてほしいな。特に信頼できる先生がいるんだったら、先生の話とかを私よりももっといろんなことを知ってると思うので聞いてみてほしいと思いますが、まずは私の考えをお話しします。今回の相談はね、小学校6年生の女の子が、してくれたものなんですけども、まあ、ここにですね、こういうふうな彼女なりにこうすごい文章が、ね、上手だと思うんですが、ここにこう書いてあります。で、いろいろとこう隠してあるのは、私が自分でシールみたいな機能を使って隠しました。本当はこれ全部文章を載せても問題がないということなんですが、私が見た感じ、そのモンスターペアレントと、呼ばれているその、まあ、ある、A 君というこのお父さんがいるんですけど、そのお父さんが何をしてどんなことを言ったかとか書いたんですが、これを YouTube でそのまま出すと、本人が万が一これを見た時にすごい刺激を受けてしまって、なんかこう事態がすごいね、私のせいで思わぬ方向に行くという可能性があるなと思ったんで、ちょっとね、私も考えまして、一部については伏せることにしました。で、まあ、彼女の文章をそのまま読み上げてもいいんですが、ちょっとね、私が要約してお伝えしようと思います。まあ、授業参観で算数の授業だったんですね。で、周りにこう班みたいな風なものを作って、でみんなでグループでお互いに話し合いをしましょう、そういう授業ありますよね。最近特に私も小学校の時やりましたけど、で、隣の席の男の子が A 君で、斜め後ろの席の親友の女の子が S ちゃんでした。で、それとそれから相談してくれた、女の子がいると。まあ、とりあえず、登場人物は3人です。で、授業参観だから、後ろで親が見ている前で、まあ、班にするかなんかでみんなでお互いにこう話しているということになってるわけです。で、A 君に、じゃあ、算数の授業で話し合いするから、じゃあ、話し合いやろうよって言って、肩を叩いたんだけども、A 君が反応がなかったと。反応がなかったんで、今度は同じ班の S ちゃんが A 君に対して、まあ、もうちょっと別の訴え方をしたということですね。もうちょっとこう、刺激的な、まあ、そんなに私が見る限りなんか暴行とかそういう風な印象を受けるんではなく、ちょっとまあその肩を叩くよりは刺激的な訴えだったのかなと思いますけど、でそしたらば、そういうことをやっていたら、後ろ教室の後ろからですね、お父さんがやってきて、そしてお前は何やってんだ、これはいじめだということを、言い出したということです。で、それは、まあ、その肩を叩いた、女の子と相談してくれた女の子と、それから、その親友の S ちゃんという女の子がいるわけですが、 S ちゃんが呼ばれる、そういうふうなことを言われるというだけではなく、最初にこうトントンと肩を叩いた、この相談してくれた子も、またお前はいじめっ子だ、犯罪者だと、そういうふうなことを、どうも言われたらしいですね。で、それに対して、まあ、ただし A 君は少なくとも、まあ、その S ちゃんのことについてここに書いてないんで分からないんですが、A 君は私は、つまり相談してくれたこの女の子は別に僕には何もしてないよというふうにお父さんにね、ちゃんと言ってくれたらしいんです。でも A 君は私はやってないと言ってくれました。で、その後お父さんが、廊下でまたいろいろあいつはダメだとかいじめっ子だとか多分そういうことだと思うんですけどね、訴えてやるとか、こう警察に突き出すぞとか多分、まあ、そういった類のことなんだろうなと思うんですけど、そういうことを、お父さんが廊下で、言いながら、出て行ったそうです。お父さんはその時に。で、それから、まあ、それからっていう、ここからはその子の、相談文を読みますけど、私がやっていないのに犯罪者、いじめっ子などと言われましたと書いてあります。ここから先、A 君のお父さんは、学校で有名なモンスターペアレントになりました。来年から中学生です。中学でも A 君と同じ学校にいると考えると苦しいです。もしスーツさんの前に卑怯なモンスターペアレントが現れたらどう対応しますか？スーツさんの意見をお願いします。ということでした。で、これはね、大人っていうのは、まあ、やっぱ小学生ぐらいの時ってやっぱ怖いもんじゃないですか。僕も高校ぐらいになると変な人が出てきたらこうなんか車内で戦うとかね、一回なんか優先席に座ってたら、わけわかんないおじさんが、お前なんで優先席座ってんだみたいなこと言ってきて、いや実は私妊娠してるんですよみたいなこと言ったんですよ。そのふざけてっていうか、別にその時電車空いてたんで、私が優先席に座るのは私の自由な、他にも席が空いてんだから。でなんかこんなこと言われて、なんだこの野郎と思ったんで、妊娠してるんですよって言ったら、
あーみたいなこと言ってそのおじさんはでもどっか行っちゃったんですけど、まあ、そういう舐めたようなことも高校の時になるとしてました。だからモンスターペアレントみたいなのが小学校の時にあ今だったらなんか変なモンスターペアレントに絡まれても多分私も喧嘩すると思うんですけど、小学生の時はねそんなことはね絶対できなかったと思いますね、うん、でそういう、力の差が大きいところで、なんかわけのわからないこと言ってるけどなんかこう大人であるということの、優位性、まあ、本当はそんなものはないんだけどどうしても子供ながらに感じざるを得ない優位性を使ってなんかこう高圧的に接してくるみたいな大人は、非常にこう、まあ、まず印象が悪いし、まあ、そんな大人をこう、まあ、真面目に取り合う必要も本来はないんだけども、でも学校ですからね。これすみません、ちょっとビールじゃなくて普通に 水感覚で飲んでるんでノンアルコールなんですけど、あすいません。で、まあ、僕がこれ読んで一番思ったのは A 君、つまりそのモンスターペアレントの、お子さんの A 君が、その女の子のことをねかばってくれたと、それがとてもいいことだったと思うんですよ。やっぱりここに書いてあるんですけど、でも A 君は私はやってないと言ってくれましたってねここに、ね、書いてあります。これはお父さんに対して A 君がちゃんとかばってくれたってことで、お父さんは、めちゃくちゃなクレーマーみたいな風に、まあ、確かに学校でも有名になるぐらいだから、多分本当にめちゃくちゃなクレーマーなんだろうと思うんですけど、なってるけども、息子さんは、それに対して、まだ、そういう風な考えに、まあ、染まりきっていないというか、そういう風なお父さんに対して、いやいや、これは大丈夫だよという風なことを、こう、勇気を持ってある種言ってくれてるわけですよ。怒り狂ってる親の前でね。その、A 君を僕は大事にするべきだと思いますね。で、来年から中学生ってことですけど、私はね、小学校よりも中学校の方がなんかいじめってなんかすごかったような記憶があるんですけど、なんか分かりませんけどね、A 君がこのまんま行くと、なんかこう、お父さんのせいで学校でいじめられるとか、それから親がめちゃくちゃだからということで、子供が後ろ指刺されるっていうことがね、多分ね、起こりうると思うんですよ、十分にこれは。だけどもちろん親と一緒にめちゃくちゃなことをわめく子供だったらいじめていいのかっていうとそれはまた違うんだけど、でも自分はそんな被害を受けてないよとお父さんに勇気を持って訴えてくれるめちゃくちゃなお父さんですけども、そういうふうなことを言ってくれる、A 君はやっぱりいじめられるっていうの、これがいじめられるってそれほどかわいそうなことはないと思うんですよ。だから、まあ、もし私だったらスーツさんだったらどうするしますかっていう考えだったらば、やっぱりまずかばってくれたことを本当にありがたいと思い、そして中学でもすごく仲良くすると思いますね。だってもし A 君が自分ねかばってくれた A 君が中学校でそのなんだろうな、原因というか自分をかばうきっかけになったお父さんの、動きがまた中学校で目立つせいで他の生徒、特に A 君のことを小学校時代と比べて知らなかった人たちがまた来るわけですね。そういう人たちからこう見られて目立って、そして A 君がいじめられるなんてなったら、それはもうなんか申し訳が立たないというか、なんだろうな、かわいそうという言い方も違う、やっぱ そんなことはできないと思うんですよ、まあ、かばってくれるようないい子に。だから今そうですね、じゃあ A 君が中学校に入ってもいじめられたりとかお父さんのせいで学校の中でやっぱりこう何か言われないようにするためには、もちろんねお父さんがどうであってもその子供はお父さんとは直接は関係がないのだから、別にそれをこういじめたりとかねするようなことがそもそも発生するのがおかしいってそうなんですけど、でもなんかそうやっぱ中学に上がるとなんだかんだ小さい子とか中学生ぐらいってね本当に残酷なんで、まあこの年齢ぐらいになっても残酷な人って言いますけど、なんかね許されないレベルで残酷なことを平気でやる人って小中学校ぐらいすごく多かったと思うんですよね。だから今のうちに A 君が中学でもいじめられないようなある程度の下準備をすることを私だったら手伝ってあげようかなってちょっと思います、その時のお礼としてね。つまりそれは例えば A 君のお父さんがそんな人であるということが学校では有名だけれども、しかしでも A 君自身はそうではないではないか、そんなお父さんがめちゃくちゃだけれども A 君はちゃんとしている、まあ本当に A 君がちゃんとしているならこの方法が使えるわけですけど、
何かあった時もちゃんと分別を、分別って言葉分かりますかね、いいか悪いかを見極めてくれて、そして悪いことをこの子はしてないよとお父さんに言える、お父さんとは違う、自分でまた考えることのできる、しっかりとした子なんだってことを周りのみんなにも教えてあげるということを、私だったらするかなと思います。もちろんなるほど小学生の時にできてたかっていうとね、自分がそういうことを気づいてそこまで考えるってことはね、自分が小学生の時にできてたはずはないと思うんですけど、今だったらそうしますね、だから大変なことだと思うし、小学生にそんなことできるかどうかって分かんないんですけど、あとは親、やっぱ小学校中学校って親も大事だと思うんですよ。だから自分の親とかにねそういうことをよく相談してみて、でもちろん親御さんがPTA の会議とかそういったものに積極的に出られるかとか、学校でのね親同士のつながりあるじゃないですか、そういうものの関係を作っていけるか、それとも忙しくてそういうことは関与できないのかって、いろいろあると思うんですけど、自分の親にもよくそのことを伝えて、親同士でもまた A 君のお父さんはああいう人だけど A 君を守ってあげようねっていうような考えを共有することぐらいはできるんじゃないかと思う。よくねなんかこうママ友とかいう言葉があって、でそれで親同士がなんかこうバチバチし合ってるみたいなのありますけど、少なくとも僕の小学校時代の経験からすると、どの親御さんもね自分の親も他の同級生の子供たちをとても大切にしようとしていたし、他の親たちもまた私とか、それからその自分の子供以外の他の同じ小学校の子たちみんなを大事にしようとしていたようにとても見えました。だからそういう信頼できる親たちの間で A 君のお父さんのことはあるけれども、 A 君はしっかり守ってあげようっていうような雰囲気を作ってもらうということも大事なんじゃないかなと思います。だから例えばですけど、この動画を親御さんに見ていただくとかね、これ別に僕の個人的な考えなんで、もっとこういうことに関するプロはいっぱいいると思うから、ぜひ僕だけじゃなくて他にもいろんな人の意見を聞いてほしいっていうのが一番の考えなんですが、そういうことをしてとにかく、A 君を守ってあげてほしいなと私は思います。それは A 君がお父さんに、お父さんが怒り狂っている時に A 君がそれに反対して、いやいやこの子は何もしていなかったよと言ってくれた、ある種、そこで力に対抗してくれた恩人だからということです。こんな感じでしたね。大変なこともあると思うし、正直うまくいかないことってね、こういうことを小学生の時にやるってこと僕ではありえなかったんで、実際そんなことできるのかなと思うんですけども、一応理想の話をさせていただきました。こんな感じでした。じゃあどうもありがとうございます。